耳のすぐ後ろから低い声がした。貴様一体どこから這い出やがった。男はなおもぎゅうぎゅうと僕の首を締め付ける。僕は首に回った太い腕に必死で爪を立てた。離してあげてください。私たちは怪しいものではありません。岬航海士はそう叫ぶと強引に男の手から僕を引き剥がした。お兄ちゃん大丈夫？咳き込む僕をケンジが心配そうに覗き込む。少しは可愛いところもあるじゃないか。僕はそう思った。こりゃ一体どういうこった。信じられないものを見たというように男は目をパチクリさせている。男はおさらぎ安次郎と名乗った。この船の機関士だそうだ。見たところ50代後半ぐらいで、年の割にはがっしりとした肩太りの体型をしている。油のついた作業着を着てタオルを首からかけていた。僕たちはおさらぎ機関士にこの船に拾われるまでの詳しい事情を説明した。客船が難破して漂流しているところをこの船へ。そりゃ難儀なこった。おさらぎ機関士はそう言うと首に巻いているタオルで吹き出た汗を拭った。そういうことなら上の客室をどこでも使うがいいや。もっとも敗戦直前の船だ。中はボロボロだけどな。あの他の機関士の方は？岬航海士が恐る恐る尋ねる。機関士は俺一人、航海士も一人、他にはいねえよ。そんな規定では最低でも。規定もクソもねえさ。この船は本来は解体しなければならない廃船なんだ。それを俺らはあるところへ運ぶように頼まれただけさ。おさらぎ機関士の話を聞きながら、僕は解体費用を浮かすため船を違法廃棄する人たちがいるというニュースを思い出した。現代の船の墓場、確かそんな見出しだったはずだ。要するにこの船は違法輸送中というわけだ。僕らはこっそり顔を見合わせた。岬航海士はそれ以上質問することを諦め話題を変えた。さっき上で船長に会いました。病気になっているのをご存知でしたか？なんだって？おさらぎ機関士の顔色が急に青ざめた。冗談じゃないぜ。あの男が病気になったら一体誰が船を港に入れるんだ。だがすぐにおさらぎ機関士は岬航海士の袖章に気がついた。あんた航海士じゃねえか。いや地獄に仏とはこのことだ。助かった。おさらぎ機関士は岬航海士の肩を叩いた。なあに、港に入れる時だけうまくやってくれりゃいいんだ。よろしく頼む。そう言うとおさらぎ機関士はガハハと笑った。調子のいい親父。ぼそりとケンジがつぶやく。心なしか岬航海士の顔も引きつっている。わかりました。操舵の方は引き受けます。ところで無線室の鍵がないんですが、ご存知ないでしょうか？岬航海士の質問におさらぎ機関士は首を横に振った。いや全然、俺は出航してから一度も1階より上は行ったことがないんだよ。おさらぎ機関士はそう答えるとポリポリと頭をかいた。僕たちは機関室を後にした。飛んだ船に乗り込んじゃいましたね。機関室を出たところで僕がそうつぶやくと、岬航海士は笑って首を横に振った。いや拾ってもらえただけマシですよ。あのまま漂流していたら今頃は死んでいたかもしれませんからね。僕たちはホールへ戻るため階段を上り始めた。地下1階に向かう階段の踊り場でケンジが僕の服の裾を引っ張った。ねえねえ、せっかく電気もついたんだし船内を探検していこうよ。こんな状況下で探検とは大人ぶっていてもやはり子供だ。けれど確かに船内を調べておく必要はあるかもしれない。確か船内見取り図では地下1階は図書室やシアタールームなどの遊戯施設がある階だ。どうしたもんかな。僕が迷っていると岬航海士が横から口を挟んだ。せっかくですからどうぞ、私は先に上に行って客室の割り振りをしてしまいます。岬航海士はそう言うと一人ホールへ戻っていった。地下1階に着くと僕は船内見取り図を広げた。どこから見ていこうか。僕らはまず階段から一番近いピアノサロンへと向かった。ドアを開けると部屋の中央にグランドピアノが置いてあるのが見えた。僕は近づくと鍵盤の蓋を開けた。音は出るのかな。僕はいくつか鍵盤を叩いてみた。一つだけ音が出ない鍵盤がある。調べてみると切れたピアノ線の代わりにナイロン製の釣り糸が貼られていた。なんだ、道理で音が出ないはずだ。釣り糸なんか貼って体裁だけ取り繕ったつもりなのだろうか。
僕らはピアノサロンを後にした。図書室にはさまざまなジャンルの本が置いてあった。ギリシャ、ローマ神話、ご家庭の医学、国際船舶信号。僕はギリシャ、ローマ神話の本を手に取った。パラパラとページをめくるとパンドーラの文字が目についた。挿絵には箱を持った美しい乙女の姿が描かれている。僕は何かに疲れたようにそのページを読み上げた。パンドーラは人間に不幸をもたらすあらゆるもの、病、老い、飢え、苦痛、悲しみ、狂気、不安を持たされ人間世界へと降ろされた。パンドーラが蓋を開けるとあらゆる厄災が邪悪の群れのように立ち上り広がった。その途端、身震いするような寒気が背筋を駆け抜けた。パンドーラ、あらゆる厄災を運ぶ乙女、僕たちはとんでもない船に乗り込んでしまったのではないだろうか。ねえ、どうしたのさ、急に。ケンジが不安そうに僕の顔を覗き込む。いや、なんでもない。次へ行こうか。僕は湧き上がる内心の不安を気取られないように本を閉じた。ゲーム室にはトランプ台やチェス台などが置いてあった。なんだ、ファミコンでもあるのかと思った。ケンジはがっかりしたようだった。それでもケンジはトランプ台に近づくと、ねえ、少し遊んでいこうよ、と言った。ダメダメ、こんな時に。何言ってる。ダダをこねるケンジを引き連れ、僕はシアタールームへ向かった。大型テレビとビデオデッキが置かれた部屋は、シアタールームというよりビデオルームであった。ちゃんと映るのかな。スイッチを入れると赤いランプがついた。壊れてはいないらしい。ねえ、そろそろホールへ戻ろうよ。どうやらケンジはすっかり探検に飽きてしまったようだ。僕らはホールに戻ることにした。ホールに戻ると岬航海士が一人で待っていた。あれ、他のみんなは。皆さんはもう上の客室で休んでますよ。一緒に行きましょう。僕たちは2階の客室へ向かった。おかえりなさい。2階に着くと階段のところでアリサが待っていた。どう、探検は楽しかった？まあね。生意気にそう答えるケンジの横で僕は小さく肩をすくめた。部屋割りですが、スイートルームの201号室が草壁様、202号室のツインがリナ様と河合様、シングルは204号室が添島様、205号室が鬼塚様、206号室が早見様となっています。岬航海士は簡単に部屋割りを説明した。あと残っているのはツインの203号室、シングルの207号室、208号室ですが、どうしますか。それじゃあ僕はシングルの方を。僕がそう答えるとアリサが驚いた表情で僕の顔を見つめる。その顔が物足りなさそうに見えたのは僕の気のせいだろうか。